蒼天堀の方でもね、ちょっとサブイベント出てたのでやっていこうと思います。シロバーカーにメールが来たんですよ。やっほーシロちゃんやカズちゃん元気かいな。わし蒼天堀に戻ってない。今は毘沙門峡の近くにおるんや。こっちは絵でみんな活気があるし、買い物やすいしな。ちゅうわけでカズちゃん、こっち来たら顔出しやカモロ町ではいろいろ教えてもらったし、今度はわしがいろいろ教えたるで、ということで、シロバーカー、ここかな、多分いると思うので行きまーす。会いに行きまーす。あ、いたいたいた、おばあちゃん。よし、ロバ元気そうだな。カズちゃん、どうや、蒼天堀はええとこやろ。ここは賑やかやし、食べ物もうまい、物も安いから土産も今日さん買えるしな。土産で思い出したわ。わしカモロ町で手作りクッキー土産にしよう思うとったのに買い忘れたんや。そういえば帰り際バタバタしてたしな。まあそういうこともあるだろう。じゃあカズちゃん、今度こっち来るときに手作りクッキー買ってきてや。ええやん、手土産ってやつや。それにただとは言わんちゃんと礼はするで。手作りクッキー、どこで、あ、手作りクッキーってあれ私持ってなかったっけ。なんかドンキホーテかどっかで、ドンキホーテかどっかで買った覚えがあるんだけど。あったあったあった、これや、これ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 。これ手に入れの苦労したんと違う。いろいろと探し回ったんちゃうか。あ、俺なんだろう。あ、大木書、巻物か。ああ、おー、ありがとうございます。百練習のお願い1、まあ、まだあるんでしょうねきっとね。あとね、もう一個あるんだよな。これは多分白バーと関係ないと思うんですけど、こっち、おい、あんた桐生一馬さんだな。頼む、古武術少年だっていきなりの話で悪いんやが、俺らと柔道やってもらわれへんやが。でも この人たち少年というに無理があるよな。お前ら何なんだ。あ、礼儀正しい犬塚さん。関西の竜言われたらアマチュア柔道界じゃ名の知れた男ですね。ここにいる連中も全員西の柔道界ではそれなりに有名なホープにして、へへへ。いや、聞いたことないな。関西のクマか。投げの勝負を制中依頼が来ましたんや。えらい金持っとる同じ高校の学生ですね。え、河内っちゅう男なんですが知ってはりますか。知らないですね。高校生に見えないだろう。それでこうしてお願いに、あんたと勝負させれば一人10万円もらえることになってますんや。柔道言うても普通の柔道とちょい違います。まあなんていうか喧嘩の投げ合いですわ。ふんふん、あ、知らん。あ、小牧流への復讐なんだと。じゃあいいよですね。はーい、怪しい男たち。はーい、はーい、これは、おお、やるじゃねえか。あれ、ちょっと待って、え、なんかあれ、もったい、あ、何しか使えないのか。オッケーオッケーオッケー、ブルーポイ、オッケー。あかんわ、つ強すぎる。いえ、必要あらへん。これで10万ももらえるはずやし、もうええですわ。ん？あ、河内くん噂の。はい。先ほどはすみませんでした。あなたの力を強引に試させてもらいました。しかし全国大会レベルの猛者を軽々と投げるとは、やはりあなたは最強の男だ。
実は私、河内流と呼ばれる古武術の早期に生まれたものです。へえ、小牧流と双璧をなすみたいですよ。はい、昨年あの小牧氏が桐生一馬という男にその秘術を伝承されたという噂が大阪まで広まってきました。その後その桐生一馬の動向を私たち河内家の人間を調べていました。倒してほしい男がいる。お兄ちゃん。はあ。柔術に取り憑かれてしまったのです。ふんふん。投げと柔術を目指し投げの稽古に明け暮れておりました。しかしいつまでも納得のいく投げが完成せず、日々人を投げては苦しめ、また違う標的を見つけては投げの繰り返し。いつしか兄は目的を見失い、強い相手を投げることが生きがいの人間に変わってしまったのです。あらあら。そして半月前、兄はカモロ町に向かっていきました。はい。また桐生ちゃん変なのに目つけられちゃったね。かつてのまっすぐに柔術と向き合い強さを迎えていたこの兄に戻ってほしい。桐生と差しで戦える場所を見つけたと言っていました。確か裏なんとか、いや地下がどうとか、あ、闘技場かなね。あ、はい、あ、はい、オッケー。銀のサラダ、これすぐにできるかな。一回切ってもいいかもしれんね。あ、はい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 。お兄ちゃんね、対戦相手の中にいるか探してみるか。いるかな、いればいいけど。はい、よほじプレイってなんだこりゃ。これあれかな、順番に解放していかないとダメな感じかな。はい、お兄ちゃんに出てきました。この人かな。でもね、これね、これ壁に当たったんで、電気流れるっていう仕様でね、ちょっと大変なんですよ。これ怖い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 。くそ、めっちゃ投げるやんこいつ。ちょ待って待って、これなんか嫌なループ入ってんの、これ嫌なループ入ってんの。嫌なループ入ってんの。お前か、壁入るな、壁。オーケー、いいんだいいんだいいんだ。よし、自爆してんのこいつ。でもまだ次があるんですよ。もうこのゲーム切れない、ほんと。あ、強そうこいつも。
こっち危ない。オッケー、いいんじゃない。おいしいね。おお、いいだよ。よっしゃ。ありがとうございました。うん。ちょっと一回戻ってみるか。お、よし。キリュウカズマさん、乾杯でした。まだまだ私も修行が足りないようです。そうか、あんたのこと弟が心配してたぜ。まっすぐに呪術と向き合っていた頃の兄に戻ってほしいと言っていた。私は強くなりたいあまり手段と目的がいつの間にか入れ替わってしまっていました。己の強さを磨くのではなく、強い相手を投げることで快感を得ていた。ですが、さっきキリオさんと戦って私の柔術もまだまだなんだと痛感しました。相手を投げて喜んでいるようじゃ強くはなれない。自身の成長に喜ばないといけませんよね。おお、いいやつや。はい、ということでクリアかな。まだなのね。大阪に戻んないとダメっぽいな、これはな。あ、いた。その兄貴はどうなった、はい、おかげさまでつきものが落ちたかのような顔をして毎日楽しそうに鍛錬を積んでいます。兄の目を覚まさせていただいて本当にありがとうございました。これはささやかですが私からのお礼です。おお、犠牲ありがとう。ああ、おー、ということでクリアしました。はい、ではやっていきますか。マジマ編ですね、続き。まずちょっとアイテムを取って、でキャバレーグランドでね、情報を集めます。久しぶりですね、マジマさんが支配人やってたお店ですね。この人？いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お客様、初めてのご来店でしょうか。まあ客としては初めてやな。ではご指名なしでよろしいでしょうか。この店で一番若い男に人気がある子をつけてくれや。あ、先生、金ならいくらでも出すで。なあ、お客さん、水割りでいいですか。この店で一番高い酒持ってこいや。うそなんかドス聞いとったな、声に。うんうん、こいつ見たことないか、川村。え、あの車運転してた人ね、まじまちゃん乗せて。え、うーん、どうだろう、私のお客さんにはいないかな。若い男に人気のホステスな、なんか知っとるかと思ったんやが。ちょっと待ってて、他の子に聞いてくる。せや、今日はお客さん少なくてみんな暇してるし、それにプロとしてお酒入れてもらった分の仕事はしないとね。おお、いい子やな。相変わらずグランドはなあ、いいお店のようですね。お、あゆみちゃん、さっきの写真の人、あゆみちゃんの知り合いみたい。ほんま、多分うちの中学の同級生、川村やで。おお、クラス違ったし怖い感じやったからあんま近づかんかったけど。なんか借金取りに追われとるって噂があった。あいつギャンブルが原因ですんごい借金背負ってたみたい。うちの友達も何人かお金を貸しててお願いされて、どうせ貸しても帰ってこんからみんな貸さへんかったみたいやけど。そんで地元の闇金からお金借りて利子が膨れ上がったみたい。なるほど、いつもその筋の人から追われとったって。そうなんか、他になんか知っとることあるか。いや、十分十分。ええ、
川村が借金を抱えていたとはな。その借金が何か今回の件に関係してるのかもしれん。いや、イーブチがそれで揺すったんじゃないの。もう少し他を回って情報を集めるか。はーい。あ、そういえば福祉会館行けるのかな。行ってみるか。あ？ん？ほう、これだけ警戒されとるっちゅうことは黒幕さんに近づいとるっちゅうことかな。よし、行きましょう。謎の男たち。回転攻撃が強いんだ、マリマさん。痛そう。弱いの。キリオちゃんにさ、プレゼント送んないといけないから金をどんどんくれって感じですね、マジマ編は。オッケー。さっきと黒幕の正体暴かんとな。他に情報の集まりそうな店といえばオデッセイやな。久しぶりに店を覗いてみようか。確かオデッセイは小福町の南にあったはずや。はい、オデッセイ。オデッセイも懐かしいですね。ここね、あれ、ほぐし会館どこだったっけ。ドンキホーテ蒼天堀、なんかこの辺だったよね、ほぐし会館。ちょっと寄れるかな。あ、でもなんかドアマークがないから無理かな。ちょっと行ってみようか。重さが結構いろんなところに現れますね。あった、ほぐし会館。入れないかな、これは。お、銀の皿。ここはビデオ屋さんか。そのうち多分ストーリーで来れるよね、ほぐし会館ね。よし。てかまだお店あったんですね。で、じゃあ、ここね。確かこの辺りがオデッセイやったはず。オデッセイはなくなってもうたか。あ、ユキちゃんとか出てくるかな。あ、そうそう、そう、放射員になってるんだよね。で、今、キリュウちゃんが頑張って経営してるっていう。俺がしばらく来ない間に新しい店ができたようやな。あ、山形さん。ひどい店やったな。あと1年もしたら潰れようで、ここ。あんた、オデッセイの支配人の山形なんか。あんた、グランドの。急におらんくなったから誰かに消されたんかと思っておりましたわ。あ、声ついてないんだ、山形さん。こないなとこで何してはるんです。いや、実は人を探しとってな。オデッセイで情報でも集めようかと思ったんやが、オデッセイは少し前に売り上げが立たなくなって閉めてもたんですわ。で、その探してる人っていうのは、こいつか。名前は知らんけど、一緒に車を囲んだことはあります。あ、タクか、タクか。こいつ麻雀中毒で毎日のように雀荘に入り浸ってましたわ。私もよく店に行っとったんで何度か一緒に打ちましたわ。雀荘に。ただそのジャンソーも今は潰れてもうたし。わあ、時代の流れだね。こいつと麻雀打ったのも数年前の話ですわ。参考にならんかもしれんけど、ジャンソーは小福町の南、はっ、ほぐし会館中マッサージ屋の上にそう。ねえ、ほぐし会館、例の爆発事故が起こった店で。そう、リーさんね、一度閉店してその数年後にリニューアルして再開したんです。もしかしてあそこの店員ならなんか知っとるかもしれませんが。わあ、まこと。こいつ麻雀に勝った日はよく利用してたみたいやったから。そうか、山形藩大きいに助かったわ。なに、このくらい昨日の敵は今日の友ってやつですわ。おお、山形さん、ほぐし会館か。早速向かうで。あ、小雪ちゃんと。雪ちゃん、あれ、いない。本当にいたの。店の前で怖い眼帯の人がずっと立ってて、
店の迷惑だから注意しようと思ったんですけど怖くて。そう、嫌がらせかしら、うん、まあでもいなくなってよかったわね。さあお店に戻りましょう。はーい。怖い眼帯の人、まさかね。あー、そっか、ゼロの時に、そっか、ユキちゃん、私キャバクラ経由やんなかったけどいたわ。そっかそっか、いたわ。今思い出した。そっか、ゼロの時ちゃんとキャバクラやってれば思い出あったのかもな。あ、はい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 。ほぐし会館行くにはこいつらを倒すしかない。謎の資格、回転攻撃、ぐる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 。オッケー。あ、まだまだ生きとったんか言われ。来て出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 て、やるやないか。歯ごたえないな。あ、ここですよここですよ。あ、ごめんなさいねごめんなさいね。ほぐし会館、ほぐし会館、まさか復活しとったとはな。なんか情報がつかめるかもしれん。入るで。昔と似た感じなんやな。いらっしゃいませ、どうぞこちらへ。あ、まことではないか。何分コースにいたしましょう。あ、いや、ちょっと聞きたいことがあってな。この男がここの常連やって聞いたんやが。ああ、川村くんですか。へえ。私、よく担当させていただいてましたよ。ほんまか。ええ、と言っても前に来たのはかれこれ1年前くらいになりますけどね。1年前、川村がうちの組に入ったのと同時期やな。あ、ちいと事情があってそいつを探しとるんや。なんでもええ、覚えとることはないか。あ、そういえば川村くん最後に店に来た日に気になることを言ってたんですよね。気になること。気になること。はい、川村くん上の雀荘でいつも麻雀をしてたんですけど、最後に店に来た日、借金が全部チャラになったって喜んでたんですよ。チャラになった。ええ、全額肩代わりしてくれる人に出会ったとかなんとか。その人と東京の神室町に行くからしばらくこの店には来れないって。借金を肩代わりしてくれる人間と神室町に。世の中にはそんないい人もいるんですね。羨ましい。他には何か覚えとらんか。結構前のことなんで、すみません。いや、助かった姉ちゃん、ありがとな。あ、それでお客さん何分コースですか。あ、いや、マッサージはええわ。せっかくなんでうちのマッサージ受けてくださいよ。こんだけいろいろ話させといて何もなしですか。あ、そりゃそうだよね。こっちは個人情報保護とか厳しい中でいろいろ話したっていうのに。ああ、わかったわかった。なら手っ取り早く一番短いコースで頼むわ。はい、30分コースですね。今ならうちで一番マッサージがうまい立山が担当できますよ。ようわからんから任せるわ。はーい、ではご案内しますね。服を着替えてお待ちください。立山さん、一番のお客さんお願いします。失礼します。まこと、本日担当する立山まことです。よろしくお願いします。名字変わったってことは結婚したんやな、まこと。うわー、マジか。もう本当に結ばれないんだな、この二人。わあ、つらい。つらいけど。まあでも、まことのことを思ったらな。ああ!で、ここで終わりね。プレイするには本編を進める必要があります。もう、なんちゅうところで終わったんや、もう。じゃあここまでにしておこうかな。ちょっとまあカットとか入れたらめっちゃ短くなりそうではありますが、
まあね、ちょっと誠登場したということで、もう気になるところで終わらせやがって。じゃあまた桐生ちゃん編に戻ってやっていこうと思います。次回からね、お疲れ様でした。